演武開演。あそこが今回の目的地なのでしょうか。まだまだ遠いです。いよいよ那智の滝に近づいています。ここから行けるようですね。うわ、あれが目的の那智の滝です。間近で見るとすごいです、うん、もっと間近で見られるようですので、そちらに行ってみたいと思います。まず、より近づいた1箇所目です。さっきより全体像を把握できますね。近くにはこういったものもあります。ここが最も接近できる場所です。ただ撮影した映像ですね。あそこから流れていて、それが下を見る。このように下へ下へと行っています。音がすごいです。やはりただの滝ではありません。内部にこんなところもありました。滝にお願い、かなり御利益がありますように。いよいよ滝とお別れです。また機会があれば来てみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。